うん、こうなんかね、こういうのをかけるとね、よりこう、繋がった感じにかけるよね。そう,そう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 。で、こっていうのは、ここの中心、ここの中心、ここがこう、直線上に行くといいんだよね。そうすると、展開をいろいろしても曲がって見えないからね。それからの、ノはさっきの、あの、ここの違い、 高さの違いをふんだんに盛り込んで、下への展開を強調した作品だよね。<laughs> 作品というか場所だよね。で、ターチ、ちょっとこれ小さくするか。そう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 ,そう。で、ここしっかり開けること、ちという字のこの部分あんまり大きくしないでね。で、大きくしないで、ここのところは柔らかく。 こうして、スッと柔らかくするには、スピードを少し落とす。で、スピードを落とすと、ふらふらする。<laughs> うん。それはもう練習量でカバーする。うん。そう。それから、アートの、ここもさ、えー、っと、あーは大きく書いて、とは小さく書く。で、ここと、ここが大体直線上でいいんだよね。 これをこうしてこっちに持っていってしまったり、またここが浅かったりすると、とに読めなかったりするので、こことここは直線上の上を展開すると覚えといてもらうといいかな。で、まあ寂しさ。ここら辺さ、中の空間をちゃんとしっかり開けてね、ぐちゃぐちゃっとならないように。 で、しさだ。ここいいな。これ、さあ、しって、スーッと持ってきて、それから、ちょっと力抜きながら、次へ展開していく。で、横をしっかり書くと。これ、ちょっとブチョブチョってなったけど、こういうふうにね、すっきりこう、うーんと、止まることでもないし、そこが、こう、シューッとこう、早く行きすぎるでもない。 ちょっと書いてみる、ね、こっちに書くかこんな感じ書けたかなうんまああんまりねあのペンをギュッと持たない方がいいんだけどね皆さんギュッと思っちゃうよねはい土という字ここね縦の線は まっすぐからグインと持ってくる。ここのとこね、最初からこう回っちゃうと、うんと、土という自体がま、曲がって見えるから、まっすぐから急に横に持っていく。で、こういうふうな、ちょっとこう、気脈を感じさせる線がね、書けるといいよね。で、竹冠は、ここのとこ正確に斜め、横縦て、斜め横次へと。 このちょん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 おろそかにしないように、一つ一つの方向をしっかりと感じながら、方向を線に与えるっていうような感じで。<laughs> ちょっと恥ずかしかった今。<laughs> <laughs> で、まあ、横の線しっかりね。縦の線も曲がらないように。そうだな。ここの空間、だいたい同じずつ開けると覚えといてもらうといいよね。 これね、この字はね、結構ね、みんなキュッと締まってた。なぜかというと、ここがね、狭い人がいた。ちょっとこれ開きすぎかなそれをちょっと言いたいと思って。まず、ええー、と、まあ、これはいいや場所だったんだけど、この点がね、中心近くだったの。中心に近くなっちゃったから、なっちゃったから、 なんていうのこの線も短いし、ここが窮屈になっちゃったから、この作りの最初のこの点の場所をしっかり吟味されるといいと思うよ。まあ、ここはなんか反らないようにね。ちょっとふっくらぐらいがいいかな。そうすると、この中のこの余白をちゃんとキープすることができるからね。 あ、ほんとだね。お、そうか。だからなのか。私のはちょっと広かったのか。今ね、みはるちゃんがさ、パッと調べてくれて、今回の30ページの、あの、お手本も見てくれたの。結構狭いね。う,ん、うーん。じゃあ、まあ、あの、ちょい狭くてもいいにしようか。<laughs> <laughs> あ、じゃあ、まあ、少し広めに。 ちょっと広めに心持ち書いてみて。ありさん通るぐらいで。<laughs> そうだな。<laughs> そうか、だからか。うん、うーん。むっていう字はここのところを揃えるね。ここ下に行かないように。あとは、いけそうかな。女も綺麗に書けてたよ。まあ、女をこう、初めて書くというか、ここのね、 方向が大切なの。どうしてもね、句の位置とかってこう覚えてるのかなカタカナでさ、漢字覚えるときに。だからどうしてもここがね、句のこの斜めになってしまってる人が結構いて、もっとね、立ち気味なの。それで横に持っていって、こう反るような感じの線なんだよね。で、ここに合わせて、この方向に合わせて、第二角目がこう進んでいって、ここでグッと持っていく。 で、横の線を添えるっていう感じなんだけれどもね。最初の角度を気をつけてもらう。女はいろんなところに出てくるから、文字のね。気をつけて。あ、くはいいかな。はい。で、今日の